ありがとう、ありがとう。いやいやいや、よくなってる。いやいや、わざわざお見舞い来てくれ。いや、ちゃうね。俺もう元気やねん。あ、そうなん。だってあと2日で退院やからさ。あ、トータルでどれぐらい見てた、10日やん。いや、大変じゃない。いや、全然もう暇で。あ、そう。いや、言って元気やん。いや、でも元気そうでよかった、ほんまに。いや、マジでよかった、よかった。いや、顔出してよかった、ほんまに。いや、ありがとうな、お見舞い来てくれて。いやいやいや、やることないんちゃうかな、思って。まさにその通り。暇してんちゃうかな、暇で、暇で。あー。いや、さ、うん、いや、これもう、6人部屋やからさ。あ、そうか。せやな。そうやな。でも、みんな、カーテン閉めてるしさ。そうやな。あんま聞こえ出したら。せやな。あ、交流とかないの？全然。そうね。どんな人が入院してるかも知らんね。おそうそうそう。今、青みたいにでかい声喋ってんだ。そうかそうか。お互いで、夜とか、たまに。何人もいる人が、めっちゃいびきうるさくて。聞こえるな。まあでもよかったな、もう気づかれたっすよ。よかったよかった。顔見れてよかったわ。いや、よかったよかった。いや、でも、みんなもたまにな、お見舞い来てて。あ、そうなの、ね、羨ましくて。ああ。そう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 。ごめんな、なんか手ぶらで。全然いいよ、全然いいよ。喋れるだけでめっちゃいい。よかったよ。俺も顔見れてよかったわ。あ、ほんま。二日後や。あ、はい、そうそうそう。オッケーオッケー。オッケー。またじゃあ遊ぼうや。ほな。いっす。しゃ。しょ。え、入院してたん？ああ、今日から。お前入院してたん？今日から。今日から。何その、休憩中みたいな寝方。キャップかぶって入院してんの？なんかそういえば、昨日出てって、今日新しい時ってお前やったん？一番しんどい。そうなん？あ、ごめんごめん。むしろ俺が今行かなあかん。一番しんどい時に。入院してくれたの。ちょっと待って。お前、何その、仕事中みたいに寝て、キャップかぶってんの？入院中。いやいや、大丈夫？いや、大丈夫じゃない。一番しんどい時やから。まあでも楽なんねやろ。あ、どんぐらい入院すんの？今言われてるのは、20日間ぐらい。結構長い。どこ悪いん？大丈夫か？うん、大丈夫。あ、ほんま。うん。ごめん、なんか。いや、全然、たまたま隣やったら。すいや、びっくりした。びっくりした。言うといてや。ついでにお見舞いできるわ、思て。うん。よう、その気持ち変わったわ、こんなしんどい状況で。いやいや、顔見たかったから。キャップ取り合うわよ。入院中は。おや、ちょっと寝るわ。あ、ごめん。うん。ごめん。うん。じゃあ、俺お前寝るわ。オッケーオッケー。おやすみ。おー、どう？大丈夫？ん？おう。俺、公園で昼寝してる人起こしたんちゃうか。お見舞い来た。今日か、退院ね。今日退院か。そうそう。おめでとう。さっき行くな、ごめんな。オッケー。いつ？うん。ごめんな。うん。いや、しんどい、やっぱな。な。うん。また来るわ。オッケー。なんか食べたのある？もしかしたら持ってくるけど。ゼリー。オッケー、セリー。うん。オッケー、いっすい。俺が出ていく前にもう寝るってことはまずよっぽどしんどいやな。ごめんな。ぜひ読んでください。ジャルジャルに興味ある方、ぜひジャルジャルに興味あるやつへ。ネロサロンベイベ。ジャルジャルに興味ある方。ネタサロンベイベ。ジャルジャルに興味あるやつ。ベイベーネタサロンベイベ。これ見てさ、ジャルジャルに興味あるやつに入会しようなんて思わないよね。ネタサロンベイベ。その感覚合ってるから、その感覚信じて。ネタサロンベイベ。絶対入会しちゃダメだよ。ジャルジャルタワー。